生きている化石と言われる台湾の在来種の豚、卵ブ豚は40年間の原種の保存と育成を経て今年1月に生息地である卵ョへ返され6月に1代目である子供が誕生しました海外の研究によりますと卵ブ豚の出現はおよそ60万年前氷河期に東南アジアから台湾に渡来したと推測されています 生きている化石と見られ海外からも注目されていますところで卵書豚は長年他の品種の豚との交雑を繰り返した結果見た目の特徴はすすででに本来の姿と大違いですそれを受け台湾はおよそ40年前卵書の原住民族から卵書豚を購入し現在の畜産試験所台東主畜牧場で 新品種の導入、原種の保存、バイオメディカルへの応用などを行いました。同種畜牧場は今年1月にオス10頭、メス18頭の卵書豚を卵書へ返しました。 畜産試験所の江信峰所長は「台東主畜牧場は卵所豚の近親交配を避けるよう豚たちの血縁関係をたどり兄弟姉妹を同じバスケットに入れないようにしているそのため1代目の子供たちは結構健康そうだ」と説明しました卵ショブ豚は耳が小さく体型も小さいです 通常の品種の豚が1歳になったら体重は1 5 0キロから1 8 0キロになるのに対して卵小豚はわずかか45キロから70キロロら70です。畜産試験所は来年に開催されるファティーピック国際研究集会で日本スペインハンガリーなど世界各国の専門家や学者と在来種の豚の保存と利用について話し合い 台湾のランショ巣豚の保存の成果を世界に伝えたいということです。